コルヘ・ミラモン・サンタ・ヘルト・ルーディスは、スペイン・アラゴン州サラゴサ県サラゴサ出身の、プロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのレバンテ・ UD に所属している。ポジションは DF。2008年に、地元のレアル・サラゴサの B チームで、プロデビューし、テルセーラ・ディビシオンで2シーズンプレー。2010年7月15日、アトレティコ・マドリードと契約し、B チームに登録。 一シーズンプレーしたものの、トップチーム昇格までには至らず。以降は、リエイダ・エス・ポルティウなどでプレー。2015年7月6日、CD ・レガネスと契約。翌2016年7月には、CF ・レウス・デポルティウに移籍し、三シーズンは、セグンダ・ディビシオーンでプレー。2018年6月6日、初のラリーガ昇格を果たした、SD ・ウエスカと契約。 8月19日の2018から19シーズン開幕戦となった SD エイバル戦に先発出場し記念すべき初勝利に貢献。同月28日のアスレティックビルバオ戦ではリーガー初ゴールを決めた。2019年6月28日、レバンテ UD にフリー遺跡で加入し2年契約を締結した。ありがとうございます。